皆さんこんにちは、リホーナです。今日もまた、はい、長野県からの配信ですが、今どこにいるかと言いますと、今は、北八ヶ岳ロープウェイの山頂駅にいます。で、今日は私らしくなく、すごいゆるふわコースを歩きたいと思います。北八ヶ岳ロープウェイって言ったらですね、雪山初心者がよく登る北横岳っていう山があるんですけど、私も今日は北横岳に登ってみたいと思います。はい。で、ここのいいところをまず言いますと、あのロープウェイ結構上まで行くのできつくありません。で、初心者向けです。あとは東京からも日帰りで行けるので、それも非常に魅力的です。なんか眩しいね。はい。で、今日は簡単なコースでちょっと周回をしようと思います。本当にロープウェイの駅から山頂まではすぐなんですけど、ここ山がいくつかあって、ちょっと今日はね、面白い感じで紹介したいと思います。多分あんまり疲れないかとは思うんですけど、今日はね、珍しく登山する前にご飯を食べてしまいました。はい。下の方に食堂があってね、撮影はしてないけどハンバーグ食べて、思ったよりかは全然美味しかったです。はい。ではちょっと今日は北横岳周辺をちょっと巡りたいと思います。ちなみに天気はいいですよ。本当八ヶ岳に行こうかな、あの北八ヶ岳の方ね、あ違う、南八ヶ岳、ここは北岳だね、の方に行こうと思ってたんだけど、明日ちょっと忙しくて泊まれないので、赤岳とかはね、また次回にしますけど、今年の冬に行くと思います。では行ってまいります。寒いね。ここが駅のところなんですけど、皆さんこれ好きですよね。なんかよくみんな山でこういうの作ったりとかさ、私も今度なんか買おうかな、この専用の道具ね。ではでは、もう降りてからすぐに絶景で、登らない人でも楽しめる場所ですね、ここの。あとここスキー場になっているので、滑ってる人も非常に多いです。で、私は今日アイゼンを履いていきます。それでは出発していきます。こちらはロープウェイがある場所ですし、スキー場もありますので、結構人でいつも特に土日は賑わっています。真冬の森ってやっぱり綺麗ですよね。ちなみに今日は晴れてはいますけれども、風はとても強いです。まあ冬の八ヶ岳といえばですね、やはり風っていうのが、強風っていうのが名物なんですよね。山頂の駅から少し歩くと、こちらの山荘があります。ロープウェイの駅から非常に近いので、山小屋に泊まってみたい、でもどうかなって思ってしまう方に結構おすすめな場所です。で、私は立ち止まらずにさらに進んでいきたいと思うんですが、やはり今日は風が非常に強いですね。映像でもわかるんですが、そして今日歩くのはこちらの天池山と三つ岳ですね。こちらの2つを回ってから北横岳の山頂にも行きたいと思います。ではここからは登ります。20分ぐらいですかね、山頂は。よいしょ。はい、天池山登頂です。天池山かな、天池山行って、で今から北横岳に向かいます。ここから1時間とか1時間半ぐらいらしいんですけど、
今日は本当にゆっくりとゆっくりと冬の森を楽しむのが私の目的なので急がずに行こうと思います。はい、でここから一旦ちょっと下ります。多少はね、でもそんな大きなアップダウンがないので本当にね気持ちいいです。はい、で奥に見える山たちが綺麗で見ながら楽しんでいます。ではちょっと歩きます。そう、アイゼンって本当にねすごいね、まあ、まあまあ傾斜のあるところをこうやって撮りながら下ってるんですけど全く怖くないし安心、まあ、だけどよくないね撮りながらの歩きはね。はい、元気に登ってるんですけど今ね周回してて三つ岳っていう山に登ってます。でね、今はだいぶマシにはなったけどさっきはねすんごいキュートが出てきてびっくりしました。本当にもう雪壁でした。だけどすぐ終わるからいいんですね。でそこで思ったのが実は練習にすごく良くて、あ、こんな傾斜でもアイゼンってかかるもんなんだねって味わえるから、はい、ちょうどさっきあの視聴者の方がいらっしゃいましてですね、今日雪山初めてですよっておっしゃったので、まあ、多分本当に練習にいいからみんな来てるんじゃないかなと思います。私はなんかね本当に不思議ちゃんでね全然違う山行ったけどここが練習には本当に良い。で今奥に金プさんが見えてるな。金プさんのあそこの何でしたっけ、いつも名前忘れちゃうけどあの出っ張りが見えてて、うん、で人がほとんどいないのでここは多分急だからみんな来ないね。私は一人でも楽しんでおります。あー気持ちいいね。でももう半分以上歩いたんで一瞬ですね。本当にいつもだと5、6時間とかそうやって歩くからさ、はあ、いいですね。ではちょっとね今登ってるんだけど、おう、これねピッケル今日持ってきてない、別に今必要ないかなここでは、なんだけど急すぎてもうわめいてる今おっとえ、つらい、ちょっとつらい。よいしょ、ああすっごいねこのキュート、予想以上本当に、はあはあ、ちょっと休みます。乗り越えた三つ岳が見えてるんですけど、ここから見るとちょっと怖そうな感じするんですけど、まあ、実際に行ってみるとあのそんなものすごい怖い感じではないですね。逆
肉に練習です。岩場と雪の混ぜた状態でのアウトの歩き方とかな、こんな感じで。もちょっと登ってる人もいるんですけど、うん、安心していきます。ところに来ましたけど、ここから一度北横田切ってからまたこの坪庭に戻ります。坪庭今からはこっちです。 2,30 分ぐらいで山頂に着くはずです。北横岳ヒュッテのところにいるんですけど、ここから山頂までは15分20分ぐらいです。で、山頂にピストンして、で、また坪庭に戻って、今日は下りたいと思います。多分合計でちょうど3時間ぐらいの周回コースになります。なんかちょうどいい感じです。うん。今日は本当に、なんだろう、雪を楽しむ、森を楽しむのが目的なので、はい、ちょうどいい感じです。では、登っていきまーす。気持ちいいですね、この森で。標高差としては 100m ぐらい上げると思います。あ、まだなだらかですね。あ、キュートも見えた。まあ今日の最後のキュートですのでいいです、許しますよし、頑張っていきます。喋れないし歩けない。こうやって森のところに入るとすぐに落ち着くんですけどね。で、山頂もう一つあるからそこへ行って戻ります。そう、すぐそこですね。面に今下山しています。ここからこうやって坪庭が見えて綺麗ですね。で、道、ここで道もちょっと綺麗、落っこちないようにしないといけないけど、なかなか綺麗。よし、この外にアイジェンで歩いてます。はあ、意外と疲れたね今日もね。無事にロープウェイの下の駅に戻ってきたんですけど、実は時間がだいぶ経ってしまいました。今日ね、なんか朝眠すぎてバスの時刻表をチェックし忘れて、
まあでも本当に夕方何本もあるのしてたから、あ、じゃあそれに乗ろうと思ったんですけど、なんと私がちょうどロープウェイで下った時にバスが出発して、その次が2時間後でした。なんか髪の毛違うか。で、私がこの売店の中でずっと過ごしたりして、しかもパソコンの電源も寒さで落ちて全然動かなくて、本当にね、携帯見たり音楽聴いたり、ちょっと無駄な時間を過ごしてしまったんですけど、まあ今日の参考を無事に終えることができました。で、今日はね、楽しかったんですけど、やっぱりね、なんでしょう、気合ってすごいなって思いました。普通は今日きついぞっていう気分で行くので、すごい楽なんですけど、今日は楽だよって言ったら、なんかね、体がうまく上がらなくて、なんかしんどいっていうことじゃないんですけど、なんかだるかったですね、今日は。それと今日すごいやっぱり風が強くて、なんか心細かったですね、最後は。だから景色はすごい良かったし、青空も良かったんですけど、はい、あとはその、なんでしょう。まあ、景色が良かったですね。なんだけど、強風と、あと自分の今日の気合のなさが、ちょっと目立っていました。はい。まあ、それでも楽しい、いい感じの参考になりました。今日本当に3時間コースだったので、まあ、雪山初心者にはちょうどいいかなと思います。いろんなことが本当に学べるかと思うので、岩も探そうと思えばあるし、普通に雪の急斜面もあるし、なんかいろいろまっすぐの部分もあるし、はい、いろいろとできる場所かなと思います。で、もうすぐバスが来ますので、そろそろ帰りたいと思います。はい、今日は最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。では、また次の動画でも。